幻想曲へ単調作品 103D940 はフランツ・シューベルトが死去の年1828年に作曲したピアノ連弾曲。シューベルトの数多い四手ピアノ曲の中でもとりわけ印象深い晩年の傑作として多く演奏されている。 カロリーネ・フォン・エステル・ハージ作曲が開始されたのは1828年の1月で、実質の聖書譜が完成したのは4月だった。初演は、同年の5月9日、友人のエドアルト・フォン・バウエルンフェルトのための、指摘演奏として行われた。シューベルト自身と、友人の作曲家、指揮者であるフランツ・ラ・ハナーとの連弾による、 出版は、シューベルトの死後の1829年に行われたが、生前のシューベルトの意思通りに、カロリーネ・エステルハージに検定されている。シューベルトは1818 18年夏、チェレスに滞在する、エステルハージ伯爵一家の音楽教師として雇われ、二人の娘マリーとカロリーネにピアノを、さらに1824年の5月にも招聘されて、夏別荘のピアノ教師を務め、 この二度の滞在を通じて、シューベルトは妹のカロリーネに恋心を抱いていた。音楽学者、評論家の前田昭夫は、今までに書かれたピアノ連弾のための、あらゆる作品のうちで、最も深いものを称えた傑作と評価している。他の編成のための編曲でも取り上げられ、ドミトリー・カバレフスキーによるピアノと還元楽版、フェリックス・モットルや、エルン・ストルドルフ、 ミレム版オッテルローラによる還元楽版、ハロルド・バウアーによる二大ピアノ版などがある。単一楽章だが、全体は大きく4つの部分でできている。全体を通したソナタ形式と、感情部とスケルソ部を含む4楽章構成が重ね合わされていると考えることができ、この点でサスライビと幻想曲と類似しているが、より伝統的なソナタ形式からは離れている。 全曲で571小節。演奏時間は約16から19分。そなた形式の提示文にあたる。普天リズムによる主題が提示され、やがて同じへ、単調による決然とした第二の主題が現れて、この二つが交互に転調、変装を加えられていく。後半に冒頭の楽奏が幻聴で復帰するため、三部形式と考えることも可能である。 フレイ1フレイ2、ソナタ形式の展開部前半にあたる、感情部。フランス序曲風の複々転リズムによる重厚な、両端部分と、AA、蝶々の穏やかな中間部分からなる三部形式。ソナタ形式の展開部後半にあたると同時に、コンデリカートネーサーと記された、二蝶々の楽奏を中間に置いた、スケルツォとトリオでもある。ソナタ形式の再現部にあたる。 第一部冒頭の楽奏が再現された後、第二の主題による大規模なフカートが展開する。終局直前に、経過的に平音と、保音が半音で衝突するなどの苦々しい不協和音が現れるが、サブドミナントの不可六の和音を経て静かに、手話音に集結する。A.B. 平野明、ヨン手ピアノ曲、作曲歌別名曲解説ライブラリー17シューベルと、音楽の友者。 1994p216 から219村立博作曲家人と作品シューベルト音楽の友者 2004p56 から 58ISBN 978から42億7622万1765映画未完成功協楽ではシューベルトがカロリーネの前で 公共曲の単調をピアノ演奏しようとして、感想を果たせず、未完成の曲の譜面に、我が恋のならざるがごとく、この曲もまた終わらじと記して、未完成公共曲となった、というフィクションを展開したが、実際にカロリーネと関連があるのは、この幻想曲へ単調である。カラー版作曲家の生涯、シューベルト新調文庫、1993、P157。 ISBN 九百七十八から四十一億百二十七万二千百十五ハッド AB&MAX ホルマルアンビギュイティアンドジェネリックリーンタープリテーションインザレートインストゥルメンタルミュージックシューベルトエスレートミュージックヒストリーセオリースタイルケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス二千十六 p 二百八十九短い演奏ではケルンピアノデュオの十五五十六 長い演奏としては、イモージェン・クーパーポール・ルイスの2103録音2009年6月がある。平野明アキラはハンガリー的上司を持った主題と表現している。平野、P217。ありがとうございます。